はい、こんにちは、カルパパです。今日はですね、八方尾根のリフト乗り場に来てます。はい、先週ね、西方で調子崩したんで、今日はゆるく八方尾根歩きです。いやこれだけで十分だよね。はい、ここでね、またリフトに乗り換えます。ここはね、素晴らしいですよ。一面お花畑になってます。はい、それでは行ってみましょう。1年半ぶりだねちなみに1年半前はこんな感じでした。はい、八方池山荘着きました。今日はここ泊まるんだけど、うわすげえ こんにちは、カッパパです。はい、見た通りですね、ここは八方尾根です。ちょっと先週ね、西穂で調子崩しちゃったんで、今日は八方池まで歩いて、リハビリ登山をしていきたいと思います。はい、現在位置はここ八方池山荘です。そして第二ケルンへ向かいます。その後八方池まで肌や風景を楽しみながら登り、リフトまで折り返すコースです。五竜屋根、鹿島槍方面はちょっとガスっちゃいましたね。もうちょっと登れば突き抜けるかな。斜面はね、お花畑になってますね。素晴らしい。うわー、綺麗だね。あ、日光キスゲも今から花を開く感じですね。いいね。でもだんだん晴れてきたよ。設計からはね、涼しい風が来るんだけど、暑いね。どんどんガスがね、上がってきてますね。おお、補修トレですね。冬来た時はね、ここ閉鎖されてたんだよね。はい、まあほぼね、コースタイム通り歩いてるんですけど、あと八方池30分ぐらいですかね。こういうこと言うのもなんだけど、よっぽど積雪機の方が歩きやすいね特にここら辺はね、もうなだらかなだけにね、危険もないし、これね、外人がね、山スキーやってね、ヒャッホーっつってましたね気持ちいいよね、ここは。はい、ああ、このケルンあったね。休むケルン。それにしてもさ、人が多いねさすがですけど、
見てすごいね。富士山とまでは行かないけど、かなり、ね、行列になってるとこありますね。はい、89分、八方蹴るんですね。雪の上からだとね、頭ポコッと出してるだけなんだけど、雪がないとでかいね。はい、八方池の分岐ですね。白馬三山はね、雲に隠れちゃいましたね。残念だけど、八方池まで降りてみましょうか。唐松は見えてる。あとあそこは帰らずの剣ですね。すごい人手だね。この辺はね、普段着で来た方も相当いますね。はい、降りてみましょうか。あそこにね、ケルンが見えますけど、去年の2月にね、雪の中登ってきた時はあのケルンまで来てね、で引き返したんですよ。まあ一応今日の予定はこの八方池まで来て、でまた折り返してね、今日は長野でゆっくりしたいと思います。
ごいな、コバイ系そうな大群生だよこれ。はい、設計はあるんですけど、一応登山道は設計の脇ですんで、まあ、滑り止めなくても多分いけると思います。だからリハビリのね、八方池トレッキングのつもりだったんですけど、もうちょっと先行ってみようかということで、なんかここら辺まで来ちゃってるんで、丸山ケルのあたりまで行けるかな。はい、ここはね、設計の脇です。バテた。はい、丸山ケルンだと3粒だね。これお薬飲むときはね、水と一緒が。出てくる風が涼しいね。これはいいわ。設計岩だよね。まあ、マリアンまで行こう。7月も終わりだっつうのにさ。ねえ、6月の終わりも合算で設計登り降りやったんだけど、もういいよ設計は。うん、疲れた。着いたかな。はあ、着いた。はい、丸山ケルンですね。あの向こうがカラマツ岳ですね。鹿島槍五竜見えず、白馬三山見えず。いやー、だいぶねガスが上がってきたね。すごい寒くなってきた。少し休憩したら降りよう。はい、今日はね、リハビリ登山ということで、まあ、八方池で帰るつもりだったんですけど、ちょっと足を伸ばしてね、ここ丸山ケルンまで来ました。じゃあね、降りよっか。Ha ha ha.